明日真似したくなるフットサルテクニック、略してアスマネ。はい、この新コーナーはフットサルをプレーする方に向けた企画ですと、日頃からフットサルコートで汗を流す皆様が、Fリーガーのプレーをね、真似できるようなポイントをお伝えしていきます、はい、でこちら第1ピリオドのプレーから本日は稲葉さんにプレーを選んでいただいて教えてもらうというようなコーナーになってます、はい、でこちらはですね、放送終了後アベマビデオでも、順次アップしていきます。そしてなんとこのアスマネはアベマプレミアムに登録されていない方でも全員無料でご視聴いただけますので、はい、ぜひ皆さんもこちらチェックしてみてください、はい、ということで、はい、では今日のアスマネは一体どんなプレーでしょうか、はい、早速見てみましょう。さあじゃあ解説、ね、稲葉さんお願いします、はい、今日はちょっと個人にフォーカスして、はい、個人でできるようなプレーです。はい、これです。なるほど、見ました。はいはいはい。西谷選手がボール持ってます。このパスですか。はい、左足のアウトサイドでポンって出してるんですけど、はい、まあ右利きですよね彼は。はい、で右で蹴るんじゃなくて左である意味こうノーモーションですよね、うん、少し相手のモーション盗んで、はい、まだ蹴らないだろうっていうような時にトンってボールを出してるところ、まあ、これを一つ真似してほしいなと思ったんです。これ真似できますか。見てください、これ非常にこうボールをしたらトンって一歩足をただ踏み出すような素振りから、そうあのボール蹴る時って、はい、こう振りかぶったりするじゃないですか、うんうん、それが何もないっていうノーモーションパスですね。さらにこれ股を抜いてないですか。はい、まあ、股抜きはオプションで、はい、オプションでチャンスがあればチャンスあればでも、はい、相手と1対1になった時に、うん、こう軸足で、うん、軸足、まあ、アウトサイドでポンと振りかぶらずにボールをこう蹴ってみてはどうでしょうかと。稲葉さん、はい、ポンポンって言ってますけど多分今視聴者皆さんポンって言うけどもって言ってると思いますよ。でも、はい、チャレンジしがいありませんこれ。いやでもこれができるようになると、はい、確かに相手のこうリズムは変えることができてチャンス生み出せますよね。このステップ振りながらポンをトンに変えてきましたね。ステップ踏みながら、はい、この振りかぶらないとこがかなりポイントですよね。まあ、確かに蹴る前って必ず後ろに足を振りかぶる、 その仕草によってディフェンスは対応してきますけれども、 それがないからディフェンスが足出せないんですよ、うんうん、足出さないからその瞬間対応ができないんじゃないかなと。いやただこれしかも西谷選手は利き足ではない左足のアウトサイドで簡単にやってるんですよね。まあ、ただ右利きの方はこれ逆サイドでね、はい、チャレンジしてみてもいいのかなと。そうなんですよ、そう右利きだったら左サイドで、はい、そうですね、左サイドでこうやりながら右足でポンって当てるっていうのもできますし、はい、やはりこう大きく振りかぶる、だいたいシュートもそうです、パスもこう振りこう打つんじゃないの、こう受けるじゃないですか、はい、こう受けるじゃないですか、とかこうやってバーンって蹴るからこそその瞬間に足を出すけどポンって出すから、うん、ポンってですね振りかぶんないからこそ相手のモーションを盗めて、はい、でノーモーションでパスを出せるっていうね、こう割とこう個人だけでできる技かなと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。はい。